番簡単な回し方のフラットリストというものをやります。バトンをまず縦に握ります。でバトンの上のバトンを腕の上で回して、下のバトンを腕の下で回していきます。で肘をしっかり伸ばしてバトンをギュッと握って手首を使いながら平らになるように、上のバトンは腕の上、下のバトンは腕の下を回るように水平に回していきます。肘が曲がってしまうとこう回しにくいので、しっかり肘を伸ばして手首を使って回します。一番簡単なロールの中にハンドロールといって、手の甲でバトンを転がす技があります。バトンを横に出して真ん中よりも少し右の方を持ちます。でバトンを右回転にさせながらしっかり握って、バトンが縦になった時に全部指を離します。するとこの手の甲のところにバトンが乗っていると思うので、この小指の付け根の方までバトンが来たら、それをしっかり親指と人差し指の間でバトンを握ります。離しました。握る。こういう感じです。